ほい俊一郎は、日本の重量上げ選手、パワーリフティング選手、国籍日本、神奈川県横浜市出身、血液型は A 型。私立高輪商業高等学校卒業後、早稲田大学人間科学部に進学。卒業後は、早稲田大学大学院で健康科学専攻、健康科学修士、専門は身体形態学、修士在学中に、 青霊中学、高等学校非常勤講師。自由が丘学園高等学校非常勤講師。その後は、都立高等学校各所で非常勤講師。2018年3月まで、東京都大田区、ウェートリフティング協会理事長。2000年11月から2003年6月、社団法人大学体育連合専門委員2003年4月から2014年3月。 慶応義塾大学体育会重量挙部特別コーチ。2014年4月から2016年3月、多摩大学グローバルスタディーズ学部非常勤講師2017年、日本ウェイトリフティング協会マスターズ委員2019年2月、フマスターズより、ジャパンウェイトリフティングマスターズチェアマンに任命。2021年日本、ウェイトリフティング協会マスターズ委員会副委員長に任命。 現在、上記のチェアマン及び日本、ウェイトリフティング協会マスターズ事務局長及び、東京都立学校の非常勤時間講師。幼少時から父親に、東京六大学野球リーグ戦を見に、たびたび神宮球場を連れて行かれ、父親の出身校である、明治大学野球部を応援することになる。当時の明治大学野球部監督は、島岡義郎。 スタンドで応援する姿が島岡監督の目に留まり、その後数年間島岡が亡くなるまでマスコット的な存在であった。ホイは小学生当時、明治大学にとどまらず、各大学の主力選手にも試合以外では親しく接してもらうことなり、各大学のスポーツ紙のインタビュー記事が掲載。後に、早稲田大学に進学し、ウエイトリフティングの競技結果よりも先に、 明大スポーツに掲載されている。早稲田大学時代は、ウエートリフティング部に所属。人間科学部では、元プロ野球選手の三沢光一と3年間同じ、ゼミで学んだ。また、大学、大学院では、陸上競技元オリンピック選手、原始動車の土江広康らと同期で学んだ。ウエートリフティング、パワーリフティングと両方の競技で、全日本の冠がつく大会において、 優勝をしている数少ない選手である。両競技ともバーベルを使う種目ではあるが、バーベルの太さも違う上、両競技の競技特性が全く違う種目なので珍しいと言える。ウエイトリフティングパワーリフティング。ありがとうございます。